お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、151への餌を持って今夜も佐渡島からお送りします。151餌、今日の151へは、はい、ラップかかっておりますが、豚肉と、なんだ、豚肉とキャベツのピリ辛味噌炒め、ピリ辛味噌炒めです。よく言えました。はい、ピリ辛味噌炒めを持ってきました。ただ、今日が5月の20日、もうすぐ日付が変わろうとしとる、まあ真夜中なもんで、こういうのをむしゃむしゃ食うのがいいのかどういうのか、ピリ辛味噌にごま油振ってちょっといい匂い、ここからでもいい匂いがするんだけど、喋っとる間にこう生唾が出てきますが、こういうのを夜中に食うて、体に負担をかけてはいけないということなもんで、眺めて我慢する、ちょっと酒だけ飲んで、終わらせようかなと思っております。決してこのビデオを止めてもこれを食うことはしない、我慢しようと思っております。明日の朝飯になるでしょう。はい、以上、佐渡伊藤酒店晩酌151へ、一晩に、一合も飲めば十分でしょうから、でまた餌、つまみは一つ二つぐらいありゃいいんかもしれませんけど、まあ味噌炒めにな、何が合うか分かりませんが、次はこれをいってみようと思います。はい、以上、佐渡伊藤酒店晩酌151へでした。